100日でエニアグラムを理解する49日目古今亭新章師匠タイプ9図ではここにします、今回古典芸能縛りということで、タイプ9の落語家を、思い浮かべたんですけども、ピンとくる落語家がいなかったんですよね。でふと新章師匠っていうのはすごく有名だっていうのは知ってたんですけども、最近ではビートたけしさんが伊達天で演じられたんですが、ちょっと画像とか見てみると確かにちょっと旧っぽいなと思ったんですよ。で、まず新章師匠、ご存じない方、ご紹介しますけど、昭和が生んだ天才落語家と言われていて、新章の前に新章なく、新章の後に新章なしという、唯一無二の存在とまで言われた、落語家なんですけども、このオーラがタイプ9なんですよね。でいろいろ調べたら間違ってなかったなと思って、知ってるつもりっていうのは昔関口宏さんが司会でやられた番組の動画があって、概要欄に貼っておきますが、それを見ると破天荒の超大物でですね、新婚初日、初日から吉原に繰り出して帰ってこないとか、とにかく飲む使うのあと落語、この自分のやりたいことしかやらないというあの人生でですね、エニアグラムの教科書では自分軸のこと、本能軸っていうか本能っていうんですけども、本能に忠実な大物なんですよ。びっくりするぐらいで、子供ができたら普通ちょっと働くんですけど、普通の人は子供ができても家にお金を入れないっていう、うちは貧乏でずっといて、で貧乏はするものじゃねえ、するもんじゃねえ、味わうもんだっていう名言を残してですね、自分の子供が家族がいても自分のしたいことだけしてたっていう、本当超大物なんですよね。で講座の途中で大酒飲みで寝てしまっても、みんなに愛されててですね、みんな寝かしとこうぜっつって、それを寝てる新章を見てみんな笑ってたらしくて、とにかく時代もあるんですけども、それを差し引いても超大物なタイプ9でした。もう間違いないです。でまとめ、自分軸というか本能軸の頂点に君臨するタイプ9、もう本能に忠実なタイプ9なんです。